福島線は、かつて、福岡県久留米市の日吉町駅から、福岡県八女市の福島駅までの間を結んでいた、西日本鉄道の軌道路線である。1958年の廃止直前時点1913年に、三井電気軌道の手により日吉町福島間が、開通、何度か、路線延長を行い1924年に、天城福島間が全通した。 1924年に九州鉄道に合併、三井線となり、1942年に西日本鉄道の路線となった。1948年に天神大牟田線と並行する宮野神日吉町間が休止され、宮野神天城間が天城線、日吉町福島間が福島線として分断された。福島線は路線の大部分が 国道3号上に付設された併用軌道となっており、国道3号の改修工事の障害となるため、建設省から撤去を要請され、1958年11月27日に全線が廃止された。天城線は、軌道法に基づく軌道から、地方鉄道法に基づく鉄道に変更され、現在でも存続している。年表については、西鉄天城線歴史を、 三勝廃止直前時点日吉市長花畑六軒八重町連、国部上みつ荒木二軒茶屋のぞえゆ、おさむそ川瀬小影吉田吉田福島五章は、福島線廃止当時福島駅は、八女市の中心市街地内にあり、国鉄八部線地区後福島駅とは、約800メートル離れていた、九州鉄道福島天城線の電車、久留米市内にて、大牟田駅西口前広場で、 保存展示されている2 0 0系2 0 4日施設、成立時点では、電車25両、電動貨車2両、貨車12両が在籍しており、電車はいずれも木造二軸車であった。日鉄成立後、福岡市内線から二軸車10両を転入させ、輸送力の増強を図るため、二軸車の一方の前頭部を切断し、切断したガード紙を貫通ホロで連結して、 ボギー車並みの収容力を持たせる二両連結車に改造する工事を実施した。この連結車は1946年までに9組が竣工している。1946年5月には大牟田市内線から木造に軸車162.163が転入し、翌1947年には福岡市内線から200系半高性ボギー車5両が転入した。 1948年の路線分断により、連結車は全廃され、二軸車も一部が廃車となった。残った二軸車は、九州鉄道からの引き継ぎ車の内給料等162.163であった。翌1949年には、北九州線から1系、3 5系木造ボギー車5両が転入し、二軸車は162を残して全廃された。1952年、 大牟田市内線が休止されたことにより、同線で使用されていた200系8両が転入し、先に福岡市内線から転入した5両と合わせて200系、全13両が当線に集結した。これにより162は廃車となり、1系35系木造ボギー車は福岡市内線に転出している。以後、路線廃止までこの13両及び電動化車、 貨車各一両の体制で推移している。路線廃止により、200型は13両すべてが、福岡市内線に転出した。1952年に、大牟田市内線から転入し、廃止の1958年まで使用されていた200、計204が、山口県光市で保存されていたが、2011年に、大牟田市へ里帰りし、川窓形状を復元の上、当初は、 大牟田市内線時代の塗装で、同市内の飲食店駐車場にて、2019年3月からは、福岡市内線時代の塗装となり、大牟田駅、西口広場で保存されている。西鉄では、八女市内に八女自動車営業所を設置し、道路線を、西鉄久留米発着に、改変の上、自社バスに転換した。現在では大体交通機関として、西鉄の子会社である。 西鉄バスクルメの30番系統のバスが後を継ぎ、この駅名がそのままバス停名になっている。花畑福島間はほぼ当時のルートを走行するが、日吉町花畑間は当時とは異なり西鉄クルメを経由する。ありがとうございます。